はい、今回は僕第2021年の問題を説明します。実数 X に対して Fx はルート3のサインの X が積分の場合でこういう形で置くと、1番、T はサイン X プラス6分の π と置くと、サインの2乗 X プラス3分の 2π とコサインの 2X プラス3分の π はそれぞれ T の式で表しなさいと、これは T をこう置いたらこっちは、ね、サイン2乗やからな。でこれは、サインの X プラス3分の 2π というのはこれは、サインの、X プラス、6分の π プラス2分の π は6分の3、6分の3分の 2π な。で、これはサインの2分の π、2分の π ずらしたら、コサインな。コサインの X プラス6分の π、ね、これは2乗やから、まあ、これ2乗で、事乗、コサインの事乗の X プラス6分の π というのは、これは、1マイナスサインの事乗の X プラス6分の π な。ということは、これは、T だから1マイナス T 事乗だ、こんな形になってますよね。1マイナス T 事乗と。続いて、コサインの F に X。プラス3分の π な。でこのコサインの、2x プラス3分の π っていうのはコサインの、2倍でくくったら x プラス、6分の π かな。まあ、コサインの 2x っていうのは、これは1マイナスサインの、x プラス6分の π だから x プラス6分の π で2倍の方向やったら、サインの事情かな、サインの事情なんですね。2倍かな、コサインの事情 x を1マイナスサインの事情 x で置いてて、もともとサインの事情やから、2倍にしました。でこれは、1マイナス2倍の1乗。 Thank you.